お前、なぜ訓練に遅刻した？たるんでいるぞ。そんなに罰を食らいたいか？先輩、勘弁してやってくれませんか？こいつ昨日からひどく体調が悪いんですよ。頭痛と吐き気とめまいと四十肩と恋煩いが止まらないそうです。なあ、そうだったよな。そういうわけです。罰を与えるのは酷じゃありませんか？し、調子が悪いなら仕方ないな。わかった、今日だけは特別に許してやる。なんとか切り抜けられたな。バカな先輩で助かった。おい、私が善意でお前をかばったとでも思ってるのか？おめでたいやつだな。いいか、これで貸し一つだぞ。きっちり働いて返してもらうからな。